J と P はシオニクスでは合理と、うん、あ非合理、はい、非合理でロジカルの人もいる、うん、いるってことじゃないですか。はい、どういう意味、うん、合理性、合理的かどうかって話ですよね。そうですね、これ、うん、合理性、この説明は多分こう説明するのが多分一番よくて、論理も倫理も両方理性なんですよね。判断をするときは理性なんですよ。で、それに対してものすごい忠実な人が合理性の高い人で、そうじゃない人たちが非合理な人たちなんですね。でも誰にとっても絶対論理倫理ってのは必要になるし、誰にとっても非合理な要素ってのは必要になるんですよ。これは、はい、子供は助けに行きますもんね。助からないって分かってても、はい、あ、僕の中でもこれは今何ですか、合理非合理、合理非合理の話をします。倫理論理、いや合理的じゃないけど、うん、助けに行くの、うん、それはそれに関してはおそらく倫理に対して合理的に活動してるっていう風に考える方がいいと思います、うんうん、合理的じゃないですか。助けることが良いことだという判断のもとその行動をしてるって読む方が多分、倫理的で合理的な人は助けるって話ですよね。非合理なことを選択をしたんではなくて、編集しながらもう一回このやり取りを見て納得したいと思います、うん、今は全然納得できてない。このソシオニクスでは NI とか内向直感とか内向感覚とかっていうのが大事、まあ、それも大事ですね。まあ、それ一歩前にやっぱり、まあ論理ってなんだよ、倫理ってなんだとか、感覚ってなんだ、聴覚ってなんだっていうのを、まあ、もうやっぱ掴んでいくことも大事だと思うけれど、直感と感覚クイズ、うん、体のことを気にする人が S で、うん、僕みたいになんかいつも気持ちが気持ちがっていう人が直感っていう捉え方で合ってますか。違う、これはまた違う、まあ、そうです、まあ、そんなに、ま、なんか違和感はないんですよ。この人は本当にこのエニアグラムで言うとタイプ9と言われるところの、なんかその自分の居心地とか、うん、自分の快、快適な部分っていうのを重視されてるけど、僕はあまりそこに目を向けたことがないんです、心的な部分。まあ、僕から見て自分の気持ちばっかり気にしてる感じはありますね。そんな気持ちなんか考えてもしょうがないのにみたいな。このディスリは置いといて、ディスリじゃなくて多分そういう感覚の違いですよね、うん、ありのままの状態を良くすることを整えていく方が重要ですよねっていう、まあ、物質的に。ありのままって何なんですか。だから物質的な話ですよ。なんか辛いとか悲しいとかって気持ちの問題じゃないですか。だからこっちが整えば、あ、確かに、うん、これは逆もありますね、うんうん、お部屋の掃除をすると、うん、すっきりしたねとかで、うんうん、すっきりすることはありますけど、うん、でもやっぱりムクムク出てくるんですよね、うんうん、こういう人が N っていう捉え方なんですか。そうと言っていいんじゃないですかね、おそらく精神面に目を向ける、うんうん、例えばなんかそのもうちょっとじゃあ別の角度から直感っていうのを言ったりとかすると、例えばこれはまあちょっと分からないんですけど、あのニュートンって人がそのリンゴが落ちる様を見て、その裏に万有引力っていう、まあ、その目に見えない法則を発見したわけじゃないですか、うん、これってやっぱなんか直感的だなって思ったりしますね。論理じゃない、違います、ね、そうです、もちろん論理ですね。それは論理的な法則で体系づけられたので、やっぱりそこはTI 内向論理だと思うんですけど、それを見つけるまでのその認識の目ですね、知覚の部分に関して言うと直感的な目がないとおそらく教えなぜ落ちるんだろうじゃないですか。最初になんか思いそうじゃないですか。僕、まあ思いそうといえば思いそうですけど、僕はだからどっちかというと落ちることを利用して何かしようですよね。リンゴが落ちるんだったら落ちる力を利用して何かしようとかとは思います。でそのためになんで落ちるのかみたいなのを知りたいとは思ったりはしますけど、リンゴが落ちるのを見てあれなんか利用できないかなとは思ったりはするかもしれないです。メカニズムとかっていうよりは、ちょっと直感と、はい、感覚、感覚、うん、
なんとなく見えてきてるんですよ、うん、だからリンゴが落ちるのはリンゴが落ちるっていうのはありのままを僕は見てるみたいな感じじゃないですか。そうですそうです、うん、でなぜ落ちるんだろうじゃないですか。その背後に何が働いているんだろうかに目を向け始めたとしたら、うん、なんかそれ直感的な目線だなって言えるような感じがしますね。シオニクスでいう E と I、 外交と内交っていうのは、うん、外交と内交も難しいですよ。難しいですよ。僕よく内交が言われるんですよ。特にこういう精神的な部分、うんうん、いつも自分ばっかり見てる、うんうん、っていうのは内向なんですよね、説明では。まあ、多分その16タイプ MBTI とか、はい、で、まあ、そういう意識が外に向いてる、内に向いてるみたいな説明だから、多分そういう風になるんですよね。シオニクスはどうやって、先生はどうやって見てるんですか。ソシネクスは、まあ、もちろんいろんなあの意見あるんですけど、僕が一番分かりやすいなと思うのはエネルギーの、溢れ出てくる量ですね。で、あの要はエネルギーがこう外交的な人っていうのはもう基本的にどん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 こう心理的に湧いてくるんですよ、外交的な人とはね。なんでそのエネルギーっていうのを行動に変換していかなきゃいけなくなっちゃうんです。だから活動的になる。で、内向的な人っていうのはエネルギーがもともとあんまりこう出てこない人たちなんで、できるだけ省エネな活動になる。だからおとなしくしてる人たちとか、あるいは人から注目を向けられた時に初めてスイッチオンして何かやり始めるとかっていうのが内向的な人たちになる。まあそんなイメージの方が多分分かりやすいのかなって思いますね。多分あのいろんな説明があるじゃないですか、はい、なんかポジティブな人、はいはい、外向ポジティブな人とか、はい、でそうするとあれポジティブで言うと僕の方がポジティブじゃないかってめっちゃ出がってくるだったりするから、多分いろいろ混乱してきて、あれこう考えたら内向だし、こう考えたら外向だしみたいなのが、確かに何か思って、うん、わーってやりたくなってエネルギーが出てきますねって言われると、心がなんか破裂しちゃうんですよ、エネルギーがバーってこう来る、うん、なんか行動に変換していかないと内向だなって思って泣かせようとしてますよ、ね、そうですか。すいません。S 唯物論、M 唯心論。いや、唯物論、唯心論に完全に偏ったかどうかっていうとちょっと微妙だと思いますね。まあその辺はあのその人のなんていうか価値観というか、言葉の定義とか。うん、出ると思います。どの論の立場を取るかっていうのは別にないですね。僕はそれを投稿するには、まあ、性質二元論っていうなんかあの言葉があるんですけども、あらゆる実態には、まあ、物的な側面と精神的な側面に並んでっていうのをうまく使うことで、まあ、感覚と直感を配置できるなと思いますけど、これはソシオニクスの中ではあの別に多分言ってる人いなかった、多分僕が勝手につなげてるだけですね。多分そういうのが N じゃないですか。あ、そうですね、それが直感だとですね。そういうのが N。どういうの？今みたいなのですよ。ああ、そう、今みたいな。つなげて、ソシオニクスの中にそういう説明があるわけじゃないけど、なるほど。で、二等兵よくやるじゃないですか、それ。そうですね、はい。やってるんです。やってますよ。なんか、何かの、例えば、MBTI の何かの説明をしてるときに、これは、エニアグラムのこれだって言って、エニアグラムの説明をいきなりし出すとか、っていうのをよくやってるなって。